なに？剣が動き出した。まさか。北斗神拳の正統伝承者がお前ごときの偽北斗神拳などで本当に倒せると思っているのか。バカな、俺の飛行を破るとは、そんな。もし本当の時が俺を突いたのなら、いかに俺でも飛行を破ることはできなかった。